イオンモールヒエズは鳥取県最白郡ヒエズ村に立地するショッピングセンター。通称イオンヒエズ。ジャスコヒエズショッピングセンターが1999年3月24日に開業したのが始まりである。開業時には店舗面積約27,410平方メートルのイーストコートと店舗面積約3,463平方メートルのウェストコートの合計で、 店舗面積約29,205平方メートルとなっており、両館は分かれていることから法律上は別のショッピングセンターとして扱われていた。開業時のウェストコートはジョイプレックスと名付けられており、シネマコンプレックスムービックス、ヒーズやゲームセンターなどが入居していた。当時は山陰地方では最大のショッピングセンターであり、 開業による衰退への危機感を持った米子市の中心市街地にある商店街では、有志が集まって休憩所、観光案内所、笑い案を開設するなどコミュニティを軸にした街の再生への取り組みを始めるきっかけとなった。そうした努力などもあり、開業から数ヶ月後には、当ショッピングセンターへ流れていた消費者の一部が、米子市の中心商店街などに戻ったとされている。 2007年10月に同じイオングループのイオン鳥取北ショッピングセンターが店舗面積約32,200平方メートルで開業したために県内最大ではなくなったが同月31日に約1.3倍に増床して店舗面積約36,589平方メートルへ増床する申請を提出し山陰地方で 最大規模の商業施設を目指すことになった。ところが、増唱計画に対して、米子商工会議所は強く反発し、鳥取県に対して慎重な判断を要望したが、開発行為を県が認可した。こうした経緯を経て増唱が行われ、2008年10月24日に、イオン・ヒエズ・ショッピングセンターとして、新装開業した。この増唱の際には、各店舗の ジャスコヒエズ店食品売り場が同年9月26日に先行して新総開業している。なお、この増床は西側部分を中心に行われ、専門店館が新設されて入居する専門店の数は約130店と約2倍になった。これによって集客力を向上させて、証券人口を増床前の約27万人から約37万人に増加させ、 売上高も約1.5倍に増加させることを目指した。2011年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い、同年11月21日にイオンヒエズショッピングセンターからイオンモールヒエズへ名称が変更された。2013年11月からイオンリテールの運営していた大型ショッピングセンターを イオンモールの運営に委託することになったことに伴い、同社の管理運営に移行した。また、各店舗のジャスコヒエズ店は、2011年3月1日に、イオングループの総合スーパーをイオンに、店名統一することに伴って、イオンに解消することになった。当ショッピングセンターの増床直前の2008年6月21日に、ユメタウンイズモが開業したほか、同年9月27日に、 松江市の松江崎が増床して競合が激化した。また、競合する米子市には、中心市街地には、弥生デパートや、米子高島屋があり、商店街を合わせると、ショッピングセンターと、類似した大型店と専門店が集まる形となっている。さらに、米子市の中心市街地の商店街に近い、市街地内には、米子高島屋から約1キロメートルにある。 ヨナゴ新町天前やヨナゴ駅の南西側にあるイオン、ヨナゴ駅前店もあり、これらも競合する形となっている。西立増殖後は、各店舗のイオン日吉店を各店舗として、約130店が入居している。シネマコンプレックスムービックス、ヒーズやゲームセンターなどが入居している。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを、 営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイトインフォメーションを参照。2009年10月1日に鳥取県発の商業施設内の献血窓口として開設。献血者数は年間約6500約7000人で鳥取県内の約27%約28%を占めている。毎週火曜日、木曜日、土曜日、日曜日のほか 毎月20日と30日に献血を行っている。各店舗で店舗面積は約1万6000平方メートル。ジャスコヒエズ店として営業していたが、2011年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオンに解消することになった。2007年9月20日に有毒分を除去していない白サバフグを3パック誤って販売し、 うちにパックが回収できない問題が発生した。小畜マルチプレックスシアターズ株式会社が運営するシネマコンプレックス。1999年4月17日に鳥取県発のシネコンとしてオープン。ロックスクリーン1306席。3D 上映にも対応。近隣の米子市を舞台とした映画銀色の雨は2009年10月31日の 地域先行上映から約2ヶ月後の同年12月29日までの間に、当館だけで同年の5位となる約6800人の観客を集め、2010年1月15日まで上映を延長するロングランとなった。トウモールでは、東館の東側、西館の北側の2ヶ所で施設内に乗り入れる形でバス停留所が設置されており、日本交通、 日の丸自動車の路線バス及び、米子市淀江町巡回バス、どんぐりコロコロが発着する。運転本数は決して多くないものの、公共交通機関による交通アクセスにも一定の考慮がされている。路線バスの運行時刻は公式サイト、アクセスを、どんぐりコロコロの運行時刻は、米子市公式サイト、路線図、便別ルート図、時刻表を参照。なお、最寄り駅は、 大木大戦駅で、長らく道駅からのバス路線はなかったが、2018年10月1日に、日本交通、日の丸自動車の路線バスが新設された、イオンヒーズショッピングセンターに関するカテゴリー、ありがとうございます。